皆さんこんにちは、エンジニアチャンネル小川です。本日は結果を出せる人と出せない人の違いについてお話をしていきます。エンジニアチャンネルでは現役エンジニア兼会社経営者の2人が毎週 2,3 本のペースで情報を発信しています。最新情報を見逃さないためにチャンネル登録よろしくお願いします。それではお話ししていきます。まず現在僕は会社で経営者の一人として会社を運営しています。経営者の視点で業務を行ってみると、社員の立場では見えづらかった結果を出せる人と出せない人の特徴が見えてくるようになりました。今回は自分の経験の中からも結果が出せる人、出せない人の違いをお話ししていきたいと思います。まず皆さんは結果を出せる人にどんなイメージを持っているでしょうか。例えば効率的で仕事が早い人でしょうか。それとも馬力があって長時間働ける人でしょうか。もちろんそれらも必要なスキルではありますが、実はそれらのスキルよりもっと重要な要素があります。それは本当に重要なことに集中しているかということです。重要なことに集中していないと、どれだけ効率的に長時間仕事をしても価値を生み出すことはできません。価値を生み出せない仕事をいくら頑張っても時間の無駄になってしまうことが多いです。僕は過去にこれを痛感しました。前職の4年間は長時間労働が普通になっていました。もちろん仕事の量が多かったのもありますが、当時の自分はとにかく目の前の仕事を終わらすことしか頭にありませんでした。その結果、どれだけ時間を使っても仕事で納得できる結果を出すことが非常に少なかったと反省しています。それではどうすれば結果を出せたのか、本当に重要なことは何かということを仕事に手をつける前に考えるということが必要だったと思います。重要なことに集中するためには、まずは重要なことが何かを自覚するところから始めましょう。現在行っているタスクや普段行っていることを全てポストイットに書き出してみましょう。次に紙にこんな感じのマトリックスを書きます。マトリックスに先ほどのポストイットを貼っていきましょう。まずこれらを行うことで自分のタスクを客観的に認識することができます。ここで重要になるのは、まずは緊急ではなく重要ではないものをタスクから外すことです。例えば暇つぶしでやってることですね。そして次に緊急度が高く重要ではないものを減らしていくことを行います。ここに配置されるものの例としては、メール返信、電話対応、報告書作成などです。つまり雑務ということですね。これらの緊急度が高いタスクは一見絶対に対応しなければいけないという思い込みにとらわれてしまいがちです。実はこれらを行わないようにする方法があります。代表的な例としては異常です。つまり自分でそのタスクを行わずに誰かに渡してしまうということです。誰かに渡すためにはそのタスクを誰でも実行できるようにする必要があります。例えば手順書やマニュアルを作り、半自動的に解決ができる仕組み化をすることです。この仕組み化ができれば人に頼むのではなくシステムに任せることもできます。もちろん自分でプログラムを書いてもいいですし、すでにあるシステムを利用してもいいと思います。次に緊急度が高く重要度が高いものは徐々に減らしていくようにしましょう。例えばクレーム対応や切羽詰まった問題の対応などですね。なぜこれらを減らしていくべきかというと、これだけやっていると疲弊してしまうからです。つまり疲れてしまうということですね。ではどうやって減らしていくかというと、まずはなぜ緊急度が高い状況になってしまうのかを考えてみましょう。例えばクレーム対応であれば、クレームの発生原因があるはずです。その原因をまずは突き止めて、それらを解決していきましょう。根本解決ができれば緊急度を下げることができます。もし根本解決ができない場合でも、原因が分かれば緊急度を下げる仕組みを考えることができます。仕組み化ができれば先ほどの異常が可能になってきます。最後に緊急度が低く重要度が高いものですが、ここは自己投資になるものです。すぐに結果が出なくても実行すればするほど結果を生み出してくれる可能性が高いものです。ここで実行したものが形になっていくと、今度は緊急度が高くなってきます。緊急度が上がってきたら、今度は仕組み化を考え、今までよりも時間を使わずにそれができるようになります。まとめると、緊急度が低く重要度が高いもので種をまき、緊急度が高く重要度が高いものになり、仕組み化によって緊急度を下げてまた新たな種をまけるようにしていくという流れになります。このように循環させていくことで重要なものにフォーカスしていくことが可能になります。結果出すってめちゃくちゃこうピンポイントで、あの超大事だと思われることに全力で突っ込まないと、なかなか結果って出ないじゃないですか。わかるわかる。だけど、それは分かってんだけど、なかなかね、そんな簡単にいかないじゃないか、いろんなやることが多いじゃないかっていうのもすごいわかるんですよ。わかるわかる、
でも結果出してる人どうしてるかっつったら2パターンあるかな。完全にそれらシカトできる人か、うんうん、もしくはうまくやれるか、うんうん、でそのうまくっていうのはその馬力を使って長時間やるとかじゃなくてこう根本解決をして仕組み化していくみたいな、うんうんまあ、ことができると、うん、うまくできるんじゃないかなっていう。でその余った時間を重要なものに突っ込んでいくと、うんうん、結構さ俺も昔っていうかまあ結構今もあるんだけどなんかハマりがちなのがさ手を動かすことがさ仕事だと思ってると結構ここから抜け出せないっていうのがあるなと思っててさ、うんうんうん、こういうので例えば重要度高い、うん、緊急度高いのは、うん、その 何かなっていうのを考えているだけだとさ、うん、なんか仕事してない気になっちゃってっゃ、ねうん、すごいあ俺今日仕事してないなみたいな、うん、もっとちゃんと作業しなきゃみたいなふうに思っちゃうんだけど、うん、実はそうではないっていうね、うん、そうだねなんか100倍ぐらいの価値を生み出す、うん、あの仕事な、うん、可能性があるんだよね。あそうだね俺も本当にそうで、うん、手動かすのすごい楽しいからプログラミングずっとやっちゃったりとか、うんそうね、なんか事務作業ずっとなんかやってたりとかデータ作ったりとかいろいろやっちゃうんだけど、でもそれってあの一生懸命まずあのやること自体その悪いことじゃないと思うんだけど、うん、でも本当にそれが重要なのかいっていうと、うんまあ、実は重要じゃなかったりする可能性がね、うん、あるよねっていう話と、うん、あとまあやってる時って頭使わないで済むからそうだ、ね、楽なんだよ ね, そうだねあのあと楽しい一個一個終わるしそうだねでなんかある意味頭使っていろんなこと考えなきゃいけないことって、うん、ゴールないし、うん、正解ないし、うんうん、だし達成感ないしそうなんだよねだけどそれやんないと、うん、いつまでたっても同じことから抜けられないんだよね、うん、だからすごい大きいなんか新しいものが見えるのって、うん、やっぱ考えきるしかないっていう、うん、だけど大変なんだよね、大変だよね。さっきの異常していくって話があったと思うんだけど、はいはいうんまあ、ここは結構プログラミングできる人が得意な分野かなと思って、そうだね、なぜなら自動化という素晴らしい方法がありますからね、ありますもんね、うんうん、結構プログラミングできると自分のやってる小さいタスクとか全部なんか、うん、なんだろうまあいろいろできるよね。そうだね、最近ねちょっと気がついたんだけど、うん、エンジニアのバックボーンがある、うん人が会社を経営した場合って、うんまあ、人数少なくなりがちだなと思うことが結構多いんですよ、うん、でそれは前はねその自分で開発ができるから、うん、デザインもできて、うん、ディレクションとかもできれば、うん、そういう人たちいらないから人が少ないのかなっていうのも思ってたんだけど、うん、もう一個あるんじゃないかなと思うのが、うん、自動化がある程度うまいから、うん、いらないんじゃないかっていう、はいはいはい、ここういう風な仕組みでやっちゃおうとか、うん、これこうやってやっとけばいいよねみたいな、うんうん、なんかシステマチックに物事考えられるから、うん、あの煩雑なことっていうのは、うんもう全部システムでやらしちゃおうみたいな考えがそもそも一番最初にあるから、うん、そういう人たち雇わなくてもそうだ、ね、あのできるような、うん、あのオペレーションになってくるんだろうね。そうだね、うん、だからそこただそこやんのって、うん、めっちゃ楽しいじゃん。そうだね、すごい楽しいんだけど、うん、そこばっかやっとくと今度はまた重要なことができなくなっちゃったりとかするから、うん、まずここ歩いてまあこんぐらいの自動化でいいだろうと、うん、ここまで行ったら、うんやっぱりまたこの辛いこう重要なことを考える時間投資していくような時間をいかに過ごしていけるかっていう、うんうんまあ、本当にこの一点に尽きるんじゃないかなと思うんだよね。はいはいはい、うん、やっぱそこをいっぱいやれればやるほど、うん、バッターボックスに立てるチャンスが次来るじゃん、うんうんうん、これやろうって言って、うん、で やり出す回数が増えるっていう、うんうんそうだね、だから結果出てくるんだろうなと思う、うん、だけど同じことずっとやってたら、うんうん、緊急度が高くて自由度が高いこと毎日ずっとやってたらさ、うん多分同じことずっと繰り返しちゃうから、うん、新しいバッターボックス用意されなくて、うんあのー、本当は成功するはずだったチャレンジもなくなっていくっていうことだと思うんですよね。なるほどなるほど。だからやり続ければどっから当たるものが見つかると思うんですよ。なるほどなるほどなるほど。だから、じゃあそれやるって決めるものっていうのは何によって生まれるかっていうと、うん、さっき言ってた、うん、その考えることだと思うんですよ。なるほど。今自分にとって重要なものは何で、うん、ここに思いっきり突っ込んだら面白そうだなって、うんうんうん、緊急度低いけど、うんうんうん例えば俺ら YouTube やってるのかもそうじゃん、はいはい、全然緊急度ないけど、ね、あ確かにでもなんか面白そうだよね、うん、だから俺らにとってちょっと重要そうだよねってものをやり始めて見れたから、うんうん、まあなんか新しい学びがまた出てるっていう話で、うんうんうん、そういうこうだけどじゃあ俺ら普通の仕事サボってるのかって言ったら、うん、その分時間やりくりして、うん、いや本当だね回せるように、ね、段取りを組んで、はい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 、もうや
でね、うん、撮って撮影してってやれるのは、うん、まあ、そこが全くない状態でやってるわけじゃないから、はいはいはい、まあ、だからそういうふうに、まあ、回していけば別に YouTube がどうこうじゃないけど、うん、あの他の、ね、ビジネスでも、うんうん、まあ、何でも結果をこう生み出せるようになっていくじゃないかなっていう感じはしたっすね、うんうん、なるほどね、まあ、要するに同じことばっかじゃずっとやってるってことはその仕事のやり方として良くないっていう。まあそうだね、うん、まあ、それは本当に一生懸命でしかないから、うん、なるほどなるほど、本当に重要な価値は作れてない可能性が、うん、高い。まあ、本当だったら仕事って減っていくもんじゃん、うん、そうだね、だってね、同じこと毎日やらないように仕組み考えていけばいいから相対的に減っていくはずなのに、毎日同じことやってるってことは、うん、まあ、そもそも無駄だよね、なるほど、まあ、仕事じゃなくて作業してるよねっていう感じだから、そうだね、もうだからそれはもうやめる努力を頑張って減らしていく努力というか、減らして、だけど仕事の総量は増やした方がいいから、うん、増やすのは別にその作業量を増やすんじゃなくて、うん、新しいことを考える時間をなるほどに持ってった方がいいよねっていう感じですかね、うん、なるほどです、うん、はい、いかがだったでしょうか、本日は結果を出すための思考方法について解説をしました。エンジニアチャンネルでは週2、3本のペースで動画を配信していますので、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。